おはようございます、こんにちは、こんばんは、刹那圭介です。今回は満を持してね、イーブの実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。イーブ、あれアイコン出てこんのか、まあいいでしょう。バージョン 1.05 であります。うん、俺はね、バージョン 1.0 だったかな、一番最初のやつかな、とある実況者の実況動画を見てね、イブの一つのエンディングが見たことあるんですわ。まあハッピーではなかったんですけどね、このイブの実のね、エンディングは結構あるみたいで、7つぐらいあるんかな。まあ詳しい数は知らんけど、それくらいあるとか聞いた。まあとりあえずそのうちの一つを見たことがある。まあ初見じゃないわけなんですよね、プレイするも初めてですけど。まあまあなんで、ところどころ知っとるところが出てくると思うんです。まあ実況動画見たんは1年ぐらい前なんでね、全部を全部覚えてるとは限らんのですけどね。まあそんなわけで、ところどころ知っとるし、反応が薄いところもあると思いますが、まあその辺はご了承ください。それとね、僕のプレイスタイルとして、まあエンディングがいくつもあるんで、何周かはしたいと思うんですよ。何周するかはわからん。というわけで、まあ一つ目の周はね、第一周目はね、攻略サイトを見ずにやっていきます。まあそれは当たり前か。でどのエンディングに当たるかはわかりませんが、エンディングを一つ見ます。そうしたら2周目以降は別のエンディングを攻略サイトを参考にしてやっていくというパターンでいきたいと思います。それが嫌な方はこの動画を見ないことをお勧めします。まあ何周するかわからんけどね、本当に多分途中で飽きると思うんだよね、全部エンディングする前にさ。まあ前振りはこのぐらいにしてやっていこうか。ニューゲーム、イブって人気だからね、その人気に乗っかってやったたちです。まあ面白いゲームで聞いたけど、昼下がりの、灰色の空の下、イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物ないわよね、イブ。そうだ、ハンカチは持ってきた？ほら、誕生日にあげたやつ、ちゃんとポケットに入れておくのよ、なくさないようにね。そう、親に連れられて博物館に来たっていうのが、まあ話の入りです。まあこれは大体の人は知ってるんじゃないですかね、美術館が舞台ってことはね。さあ着いたわよ、イブは美術館初めてよね。今日見に来たのはゲルテナっていう人の展覧会で、絵の他にも彫刻とかいろいろと面白い作品があるらしいから、きっとイブでも楽しめると思うわ。子供の趣味を決めないでください、勝手に。受付済ませてしまおうか。そうね、あとパンフレットももらいましょう。なんかこのキャラクターの描き方が独特なんよね、イブって。え、先に見てるって？もうイブったら仕方ないわね。いい？美術館の中では静かにしてなきゃダメよ。ま、あなたなら心配ないと思うけど、他の人の迷惑にならないようにね。オッケー、バイバイ。勝手に出てはいけない。その通りです。分かっております。ちょっとふざけてみただけです。イブはね、ふざけるのが好きなんだ。お、アイテム、レースのハンカチ。イブ、かわいい。ですね、窓口。な、これ、タイトル画面に戻りますかって、ここからは戻れるんだ。戻りません。ああ、そうか。こっちだった、間違えた。操作がおかしくなっててね。あ、ゲームパッドの設定が変だったね。すみませんね、これだね。一服してこようかな。オッケー。窓の外は明るい。窓か、これ。あ、そりゃそうじゃ。できる、俺。チップ買うんとかそういうのとこかと思ったら、この人にチップ買うように勧めれば。こら、イブ、
そこに入ったらダメでしょ。ごめんなさい。ちょっとね、出来心だったんだ。階段があるけど、さっき階段行った方がいいかな、これ。うわ、迷うわ。どっち行こうかな。右行こうかな。ブヨブヨしとったら、面白いところを逃して、このパートで終わってしまうよね。この辺で終わってしまうよね。この作品、生で見たかったの、やっぱり本とかで見るのと全然違うわ。雰囲気がもうね、わからないっす。私、美術わからない。へえ、これがよく雑誌とかに載ってるやつなのか。知らないよ。無口だね。喋ってよね。なんか、吸い込まれそうで怖い。怖がるんじゃないよ。ようこそ、ゲルテレの世界へ。本日はご恩なりなりに誠にありがとうございます。当館では現在、ワイズゲルテナ展を、まいま、はてなはてなしております。ゲルテナ氏が、生前描いた怪しくも美しい絵画たちを、どうかここを行くまでお楽しみくださいませ。バズ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 。難しくて読めない字がある。まあ、イブって確か6、9歳か。9歳って設定だったかな。そんくらいだったと思うよな。悪意なき、はてなはてな。悪意なき、なんだろうね。ピアニストみたいな感じですね。すごいなぁ。わからないよ。私にはわからないよ。すごさがわからないよ。ずいぶん大きな作品だね。それはそうだ。こんなの実際にいたらちびっちゃいそうだ。地上から見られる深海か。深海のはてな。なんかめんどくさくなってきたな、読むが。さっさとその前の本題に移らないオートバラだ。これちょっとした衝撃であの茎の部分折れちゃったりしないのかな。もしそうなったら一体いくら弁償するんだろう。うーわー怖いな。多分5円ぐらいでいける。わからない。お男の子、あの落ちてるの取りたい。ダメだと思う。怒られちゃうよ。ダメだと思うんじゃないかな。なんで落ちてるだいいんじゃないの。ケチ。あ、もう一回同じ選択肢。怒られちゃうよ。つまんない。じゃあ帰りなさい。お、なんかアニメキャラの絵みたいなのが貼ってあるね。席をする男。そんなもん絵に描く必要ないだろう。わからないね。個性なき番人。本当素晴らしい絵。こんなのどうやって描けるのかしら。才能だよ。絵はね。もう何だかわからないタイトルだよ。星が何なんかなぐらいしかわからないよ。これ欲しいな。お金出したら買えるんじゃないのかな。無口だね。なんか喋ってほしいね。まあ、綺麗。純粋だね。何の精神かわからないね。何の器かわからないね。いやあ、さすがゲルテナ先生だ。見れば見るほど、なんて読むこれ。趣味深い、奥深い、わからん。この絵見せてほしいね。何なのかわからないね。波打ち際の、ま、派手な、一番重要なところがわからなかったね。何がいるのか教えてほしいね。あ、戻ってきた。じゃあさっきの上のところ行けってか。あ、グラスか。ふむ。新聞を取る、貴婦人？こんなに見とれてるのか、あなたは。貴婦人か、そんなに素晴らしいか。お？この方、どっかで見たことあるんですけど。後ろ姿でどっかで見たことあるなってわかるんですけど。あえて最後に回す。僕が思うに、ゲルテナの言う個性っていうのは表情だと思うんだよね。だから、この像たちは頭がないんじゃないかな。知るかボケ。頭ないと怖いわ。ああ、確かにね。でも、その頭をなくすことにより、人間の個性をも消すっていうのが。男の人は独り言をつぶやいている。コミュ障だ。この人コミュ障だ。独り言ばっかり言ってるコミュ障だ。無個性。あ、そうですか。無個性なんですね。じゃあ、私もコメントしない。個性がないくらいコメントしづらい。指定席。意味わからん。変なソファー。でも、それがいい。座ってみたいけどダメだろうな。
座っちゃいなよ、入って座っちゃいなよ、怒られちゃいなよ。なこれテーブルに置かれた派手な派手な一番重要なところが書かれてない。読めない。いろいろ絵があるな。なこれ心配。これは読めるんだね、イブちゃん。はてなはてな。もう何だかわからないじゃないか。暗いからもう何だかわからないよ。暗い闇でも限りなかったのかい。さて一番気になったのはこの人ですね。今の時点では点点点しかないじゃないか。君、ちょっと喋ってほしいね。後の伏線的な感じでね。もうこれが誰だかわかると思うよ。イブ知ってる人にとってはさ、有名だからね。お、なんか声だけでかいね。はてなはてなの世界、どんな世界なのかちょっと聞き。ん？ちょっと、チラチラしてたね。電球がチラチラしてたね。これは？悟り。何が悟っているのかわからないね。黒い姿の君、黒くなったんだね。なんでだね。なんだかわからないね。青いね。青いだけだね。口直しの、なんて読むの？キーでいいんかな、これ。これキーなんじゃ。わからないね。はてな。難しくて読めない字がある。なんだかわからないもんがいろいろあるね。うん。世紀末のはてな。世紀末のなんだい？気になるね。もやもやするね。クミの果実。苦い果物なんだね。わからないね。見た目だけじゃ。食ってみないとね。これはお姉さん、お姉さん、かわいらしい赤い服の女。まあこれは OK。 私はお姉さんには優しいのさ。で、はてなはてなダイヤ。どんなダイヤか気になるね。硬いのかい。まあダイヤって大体硬いよね。うん。あ、戻ってきた。あれ、じゃあどこに行けばいいんだったかな、なんてことを覚えてない。もう一回調べれば何かあるのかな。ないですね。あれま。どこに行くのかわからない。わー、どこだ、どこだい、みんな、どこ行けばいいのかい。戻りましょう。おや？おかしいな、ここにいたはずなのね。なんだね、この写真。ポスターか。オッケー、じゃあ帰ろう、帰ろう、帰ろう。帰れない。出入り口が開かない。くそー。ママ、パパはどこにいるの？誰もいない。うっそーん。怖いよ。イブは怖いよ。くそ。くそ。誰もいない。なんだ、誰もいない。誰もいない。今、ギフンって聞こえた。こいつか？もしかしてこいつか？こいつのか？咳をする男。なわけないよね。怖い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 。なんか咳してた。こいつよく咳しやがった。あ、これ何か言ってなかったよな。人が立ち入ることは許されない。その世界をはてなはてなするためね。私はキャンバスの中にその世界を何何わからないです。ところどころ見てなかったやつあるな。確か。あ、そうそうそう。これこれ。地底線の風景だな。風景だったんだ。そんなに興味ない。私、興味ない。な、これ。はいはい。わからないっす。どこ行けばいいのかな。もう一回戻ってみようかな。誰かいないかな。いたね。今ここにいたね。誰かいないかなって探してたらいたね。鍵はかかっていないのに開かない。どういうことだ。わーわー、超体験。誰かが叩いた跡が残っている。わー、怖いな。この美術館怖いよ。さすがは青い血が流れてる。血かもしらんけどね。おいでよ、イブ。わーい、けど、今行きまーす。
いきまーす。泣いている、もしかしてこいつ赤い姿の、違った、こいつ猫じゃないね。じゃあなぜ猫の、なかったことにしましょう。気になるわーい、気になるわーい、やっぱ気になるわーい、気になるわーい。なんだこれ、果物が落ちてる。マジで、マジで、うーん、怖いよ。てかあれ、これこんなんあった、吊るされた男、吊るされてる。どうすればいいんだろうね。おいでよイブって、どこに行けばいいんだい。なんだいこれ、下の階、下の階においでよイブ、秘密の場所を教えてあげる。わかりました、行きまーす。秘密の場所行きまーす。行かせてもらいまーす。お、開いてる、入れる、ボチャンって言っちゃった、入っちゃった。なんかいろいろ絵がある、赤い絵と青い絵、どっちを選ぶ。私は赤が好きです。こっち行きます。なんこれ、ハチナ模様の魚は知らないよ、何の話かな。お、セーブできるんじゃない、オッケー。けどもうちょい進んでいきたいね。鍵がかかっている、なんだ鍵がかかっとんね。開けといてくれよ、開けと、閉じてる、階段閉じてる。くそ、何が起こっているのか。おいで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 、まあ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 、おい、何これ。花瓶にバラの花が生きてある、取るよ、なんか知らないけど、となんか出てきたよ、左上に行くぞ。オッケー、わあ、女の人の絵だ。何かが落ちている、青の鍵を手に入れました。あれ動いたのかな。まあいいか、そのバラ、何散るとき、あなたも何散果てる。難しくて読めないんです。私は読めないんです。というかこれ、髪の毛出てるよ。おかしいじゃない、絵じゃないのかい。うわ、うまいな。うまいけどな。なんか文章出てきてるよ。そして誰かここの机動かしてよ。俺ここまで動かしたはずなんだけどね。バラとあなたは何々何々、命の重さ知るがいい。命の重さ知るがいい、知るがいい、返せ、何よ。そうですね、わお、ファイルズ、では私はここで終わらせていただきたいと思います。まあ初見じゃないんでね、プレイは初めてですけど、内容は知ってるんでね、ちょっと自演近い、自演っぽいところを入れてみましたが、まあ、許してください。まあ、私も覚えきれてないところがあるんで、もしかしたら、この次のところを覚えてないかもしれません。ご視聴ありがとうございました。刹那圭介でした。See you again。次の楽しみにね。